は豚ロース肉を使った、ピカタを作ってみようと思います。豚のロース肉を 1.5 センチぐらいにカットしたもの、あと卵、ミックスチーズみたいなものと万能ネギの小口切りと、であとうちの店で今日あったブルーチーズを添えるんですけど、スライスチーズのとろけるバージョンみたいなやつで作ってくださってもとても美味しく仕上がると思います。ここの部分に少しこう切れ込みを入れてって反らないようにしてあげるって感じですね。こちらに軽く塩コショウをするんですが、気持ち軽めの方が食べやすいかと思います。生地を作っていこうと思います。全卵を軽く溶いて生クリームと先ほどのチーズ類を加えます。塩コショウを加えておきます。先ほどの豚の上にチーズをのっけます。チーズにつけた状態のままでこうくぐらしていく感じですかね。でこれを、今から焼いていこうかと思います。フライパンをよく熱したところでサラダ油を加えて、先ほどのこのピカタをこうチーズが乗ってる方を下面にしてという感じで、蓋をするかちょうどいい大きさのステンレスのボウルとかで優しく火を回していこうかと思います。熱が安定したら弱火にしてください。これで4分。これでまた3分から4分ぐらい弱火で火を入れていきます。この状況でほんのり温かいところとかで5、6分待ちます。そうすると優しく火が入っていきます。こういう感じにしっとりとした感じに仕上がっていきます。もうこれでソースとか特になくても十分優しく食べれると思います。ぜひお試しあれ。